パワーですか。押すな。ヤクルト。まあもう本当去年からめっちゃ打たれてるんですけど、まず打球が早いね。押すな。振った後のフォロースルーとかも早いやつのフォロースルーだもんな。そうだね。多分今12球団で一番パワーあんじゃね。あの外国人の中で。まあポラのこといい勝負かもしれんけど、もうなんかもう打った瞬間毎回いつもため息つかされるのはオスナなんで。DeNA 牧選手。牧のあのホームランライトの方に打つホームランめっちゃ好きなんですよね。こう流して打つホームラン。あ、引っ張りじゃなくて流しの方。じゃなくて流しのあの打ち方はやっぱうまい。ああ。ちょっと移籍もしちゃったんですけど、うん、ウォーカー、巨人。規格外ですよ、あのパワー。本当に巨人もったいないなと思っちゃって。トリビア、ミエセス。体重120キロで、まあ、ホームランバッター。まあ、言うことないやっていう。成績に見合ってない暴れ方してたけど。まあ、暴れる、パワーそっちに使っちゃってるんで。パワーの分別がついてないだけで。阪神の森下。パワー部門。パワーが。はい。広島の堂林翔太。堂林？まあ、もちろん、あんまりね、パワーのイメージないかもしれないんですけど、うん、ここぞって時の鹿島のバカ力、やっぱ、ライデルからホームラン打ってる唯一のとこですから、バンテリンのレフト入れますし、なんかね、いかね、勝野のね、思い切ったインコースのストレートをね、バンテリンのレフトにぶち込んでたんですよ。ああ。やっぱ、まあ、4番とかもやってたし、まあなんか個人的ではあるんですけど、堂林って。我々12月いっぱい1万人目指しておりますので、お願いします。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。またセリーグとか野球のアンケート貼ってますんで、はい。年末にプロ野球総選挙ってやつ、企画やりますんで、ぜひアンケート協力していただけたら幸いです。幸いです。